もう一丁よっしゃ3分の2で V 返す。おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は埼玉県川口市にあるこちら新ガーデン川口安行店さんに来ております。で、私がなぜこんな風に撮っているかというとですね、機材トラブルでございます。カメラの電源が入らなくなってしまったので、こちらの iPhone で一旦撮るという形になります。前にもあったこれトラブルなんですけど、一応時間を空けたらカメラが復活する場合があるみたいな、バッテリー関連か、まあ、僕はちょっとよくわかんないんですけど、そういうことらしいので、復活したらまたいつもの通りになりますと。もしかしたらまあ実況になるかもしれないですね。まあどうなるかわかんないですけど、とりあえず早速実践の方に参りたいと思います。参っちゃうね。はい、ということで本日もよろしくお願いします。はい、カメラが復活してました。セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は埼玉県川口市にございます、こちら新ガーデン川口安行店さんにて俺打ち。俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。俺打ちしてます、すでに。はい、ということで現状なんですけれども、大当たり後持ちコインが全て飲まれまして、ただいま156ゲーム、投資が2万1000円。まあ、現状ちょっと大移動も難しいような状況なので、取り返しのつくところまで打ちます。で、その間に PGG か SGG を引くと、そういう予定でございます。いや本当に良かった。いや正直すげえテンション下がってたんですよ。10分前くらいに到着して、タバコを一服して、で準備して完璧だと思ったら電源入んねんだから、最悪な気分でしたよ本当に。ちなみにカメラの電源が入んない時にゴミくず式で撮ろうと思ったんですよ。あのこれこういうスタイルで、正直普段通りの撮影時間になると右腕とんでもないことになっちゃうなと思って、で常にやってないとゴッと引いた瞬間とか撮れないと元も子もないじゃないですか。って考えた時に三脚にこの輪っかとか引っ掛けてうまいことできないかなと思っていろいろやってたんですよ。ビニール袋とかでこう縛ったりとかしたんですよ、うまいことやって。でね、もう見るに見かねて店員さんが養生テープと輪ゴム持ってきてくれて、もうそれで完璧な角度から撮れてたんですけど、いやー助かりました。また日曜大工したわ。前もね、三脚の雲台が壊れたことあって、その時もねガムテープ買ってきて、ガムテープ無理やりぐるぐるぐるって巻いて現場叩き上げ雲台を作ったんだけど、そう、日曜工作がどんどん上手くなってく。パチ屋のワクワクさんと呼んでほしい。今日12月8日なんですけど、つい最近北九州で凱旋打った動画が上がったんですけど、もうそこでソープの話をしたんですよね。で、いいお店があったらご一報をみたいなことを、まあ過去の僕は言ってたわけですわ。そしたらツイッターに埼玉のソープ店からリプライが来て、いつも動画見てます、うちおすすめですみたいな、まあ、特にツイッターで僕からはアクション起こさなかったんですけど、今日埼玉行くしすっげえ買ったりしたら行っちゃおうかなとか思ったんですよ。そしたらさっきステッカーくださいって言って男性の方が来てくれて、で何売ってるんですかみたいな話してたら、まあ、今ちょろっと売ってるけど2時から仕事なんでもうやめなきゃいけないみたいな、私あの風俗店の社長でしてみたいな言われて、あれと思って、ここは川口安行店、そして最近リプライが来たソープ店も埼玉、そしてこの人は風俗店の社長と言ってる、もしかしてリプライくれましたって言ったら、あそうですって、社長直々に会いに来てくれて、ぜひ遊びに来てくださいって言われたんで、今日はもうね勝ったら行ってきます。できればプラス2500枚くらいになって、そのうちソープで3万円くらいだったら、まあいい思いもできるし、それなりに持って帰れるっていう感じなんで、今日プラス2500枚を目標にしたんですけど、もうね3万6000円入ってる。何の話これ。
リップさんから飛んだわ。4回目。うわマジか。まあ後で考えよう。 G ストップ、はい、ということで958ゲーム G ストップ本日初。さあ行きましょう。リップさんから特大の設定差から、もう一丁3分の2で V 返す。おしょ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 5万8000円とりあえずこれで10個くらい乗っけた。安心したい。いきます。まずは1個1個だけ。961ゲーム AT と240枚、もう1セット551枚。まあ終わりでしょう。まあ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 、いや何が引っかかるって、これでもう外線の島が前立腺の挙動だったら行くとこまで行くしかねえじゃんってなるんですけど、据え置きなんだよな。でもシンガーデン川口安行店さん、僕勝率 100% のお店なので、こっからリップさんもしていく。リップ4は今日しない。これで飛んだら本物。まあしないわな、大体1回飛ぶのって。なんでなんだろうね。ちょっとこの持ち玉の間にリップさんをあと6回とか引ければ気持ちの整理がつけられる。マイゲームリプレイを狙っていく、そういうレバーウォンが試されてる。やっぱいずれパチスロ行き着くところはいかにそういうフラグを自由に引けるかっていう勝負になってくる。やっぱいますからね、選ばれた引きを持ってる人って。ものすごい引き強いみたいな人っているじゃないですか。ちょっとありえない引きしちゃってるじゃんみたいな。それこそ皆さんの周りにもいると思うんですよ。俺の友達のあいつはめちゃめちゃ引き強いんだよねとか、常連のあの人はマジいつもとんでもないフラグ引いてるとかあると思うんですよ。本当に引きが強いだけなのかっていう。皆さん気づいてますか？引きが強いで片付けてませんか？だっておかしいもん。もうね、当たんないからね、なんとか話さないとと思ってね、今めちゃめちゃ喋っちゃってる。 BGG の音おめでとうございます。6万円、323ゲーム。さすがに続けられないかな。リップさんは一応5分の1、キナナ3連が1分の0で、もうこれで謎当たりどころか普通のモード上げての当たりとかもう何もない状態、うん、ちょっと無理かな。どんなことがあろうともうこの台はやめます。アクエリオン以上。これ座った理由がグラフがかなりいい感じで今日プラスの台、はい、っていう理由でしか座ってないんですけど、さあ打ってくぜ。強 CT ってやつ。次のレバーオンは強レアヤカ確定で、中段チェリーもそれなりな確率で来るみたいなやつだったはず。もうここで中段チェリー引くしかないわ。絶対中段チェリーじゃないわ。あ、もう最悪目押しをミスってる。斜めにベルが揃えば中段チェリーらしいです。え、ちょっと待って、ごめんなさい、見間違えたかもしんないっす。お、見間違えてないわこれやっちゃったな、中段チェリーです。せっかくサムネイルになるチャンスだったのにね。一撃さんで見たんですよ俺。あ、目押しが早かった場合の停止系、右上がりベル揃い、最強レア役は意外にも最も地味な停止系となる。まあいや、とにかくやりました。6万9000円投資、この台では9000円使いました。690ゲーム、よかったよかった。120枚でした。49ゲーム、ひえー、はい、エウレカ AO、 こんな感じのグラフ、まあプラってる台、これで奇跡起こすしかない。8万負けた。はい、通りの、まあ、僕今財布の中に残り1万1000円、一撃で5000枚出してまくろうと思います。やったぜマジで。8万3000円、よーし。さあ528ゲーム
20連とかすればまくんのか。あぶねえマジで、全然スーパーじゃねえじゃん。確定リップ、なんでレギュラーかねー。はい、やったったで、うん、4連目。はい、よし、ビッグ2バケ2。マジで言ってる？マジで？マジで言ってんの？もうそしたらピンチ目2の2で落ちてるんだから。あー落ちてんのかな。あ落ちてるわ、やば。中段にレモン止まったら100発100中で転落しちゃうやつだったわ。信じられん信じられん。431ゲーム全のまれするとこだったわ。あと36枚。もう本当にこれがラストだ。やったわ。446ゲーム残り22枚でした。はい、全然ビッグ先行しないや。はい、ビッグ2バケ1。いやマジ今日中段にレモン止まると一発で落ちちゃうわ。当てないとダメだ。はあ、はマジで落ちたんじゃないの。え、そういう基地だっけこれ。え、あのデベ止まっても大丈夫だったよね。え、何、中段にレモン止まったら一発アウトだっけ数理。え、そんなことある。4回来て4回全部アウトなんだけど。いやこんなリプレイ来ないもんね。俺ここ最近の数理の戦績スルー4連3連なんだけど。え、本当に落ちてる。ちょっと信じられないんだけど。いやもうこの70ゲームの間にめちゃめちゃリプレイ揃ったらもう絶対落ちてるわ。もうやめます、もうダメだ。でもちょっと帰ってきた。8万3000円負けではなくなりました。ありがとうございます。494枚大敗でございます。ということで店内状況取ります。これホークと天章素晴らしいグラフ、まあ6じゃないですかさすがに。あこれなんかも、はい、北斗天翔これもいい感じ。またここのハーデス出てるわ、すごっ。9500枚、1万3000枚今日この台。しかもなんか一撃じゃなさそう。1万2000枚凱旋。あこれなんかも良さそうですね。8300枚。結局俺が打ってた台はやめて正解だったっぽいっす。はい、猪木がこんな感じ。さあそして気になっていたサラバン、サラバンはこちらがすごいことになっていると。あいいですね。はい、あこちらもプラス息と。この台はちょっと分かんないですね今打ってる最中なんで。あこちらもプラマイを行ったり来たりで、こちらはもう全然プラスと。はい、こちらリゼロ、これすごいですね。まああるでしょう設定は。さあ今日窓2が良さげなのがこれ。
で、セイクリッドセブン、あ、これすごい綺麗に5000枚。そして今まさに隣でセイクリッドセブン、今こんな感じ、すげえや。で、あとこちらが窓3。あ、素晴らしいグラフですね。窓34600枚。リスナーの方から聞いたんですけど、この台 R2 これもう6らしいです。はい、あ、まあ、6だとローという確定形は出てないらしいんですけど、端も良さそうって言ったんですよね、その時は。どうなんだろう。ああ、でもこっちも良さげじゃないですか。はい、いや、これとかなんか全然置き時っぽくないっすよね、この履歴。 A タイプみたい。これとか置き時、こんなグラフ知らん、まあ、といった感じです。お疲れ様でした。ということで、ワロさんが迎えに来てくれました。事故っちゃいそう。今日怒らなかった事故、ここここできちゃうんだ。一番まずいかも、一番まずいかも。今日は8万3000円入れて490枚くらい返ってきました。490枚取ったか。もう言うことはありません。スケジュールはこちら。わ、クソエンディングだ。チャンネル登録とグッドよろしくお願いします。ステッカーも配ってます。ツイッターもやってます。何、魂抜かれたの。やっちゃいけないゲームやってない。だって俺朝一凱旋座って最後数理の座ってた。闇のゲームだ、そんなの。46枚よ、しかも。魂かけちゃったか。46枚の店でさ、その立ち回りないじゃん。ないよ、うん。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、いや、もう上がらないかもしれない。僕はもうその時はいませんがって。魂抜かれていなくなってるかもしれない。でもよかった、ワロさんが来てくれて。もう俺は今日ね、気分がいいから、うん、一人だったら帰れなかった。途中で泣いちゃってたかもしれない。えぐっつって。今日のワロさんの実践もお楽しみに。いい回だよ、ワロさんのいい回だって。いい回でもね、ほぼ変わらん金額入れてるわ。8万円闇のゲームしてきたから。今日は闇の日でした。12月8日闇の日。2人で16万だからね。信じられない。そんな日でした。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。じゃあね。